皆さんこんにちは、ビーレジェンド管理栄養士の堀です。本日は理想的な PFC バランスについてお話ししていきたいと思います。三大要素っていうのはタンパク質と脂質と炭水化物、この3つを三大栄養素というふうに呼んでいます。 PFC っていうのはこの三大栄養素を英語に言い換えて頭文字を取ったものになるんですけれども、 P はプロテイン、タンパク質の頭文字の P、 F は脂質、ファットの頭文字を取って F、 C がカーボハイドレート、炭水化物のことを英語で言うとカーボハイドレートっていうふうに言うんですけれども、頭文字を取って C、三大栄養素のバランスのことを指しています。このバランスを考えるときに重要になってくるのが三大栄養素それぞれのカロリーっていうものをまず知っておいていただきたいなと思っています。炭水化物は 1g あたり 4kcal のエネルギーを持っています。タンパク質は 1g あたりに 4kcal のエネルギーを持っていて、脂質は 1g あたりに 9kcal のエネルギーを持っています。脂質は他の炭水化物とかタンパク質と比較して2倍以上のエネルギーを持っているわけなので、脂質取りすぎると太るよってよく言われるのはそういったことが理由とされています。今回の動画で私が一番にお伝えしたいのは、食べ物を選ぶときにカロリーっていうのは結構気にされてる方が多いんじゃないかなと思うんですけども、カロリーの数値だけを見るのではなくて、そのカロリーがどういった栄養素で構成されているカロリーなのかっていうところを見て食べ物を選んでいただきたいなというふうに思っています。食べ物にはいろんな栄養素があるわけなんですけれども、カロリーを構築できるのは三大栄養素になります。タンパク質、脂質、炭水化物のこの3つは別名エネルギー酸性栄養素というふうにも言われていて、エネルギーに変えることができる、唯一の栄養素というふうに言われています。カロリーがタンパク質がどれぐらいで、炭水化物どれぐらいで、脂質がどれぐらい入ってるかっていうのはだいたい裏面に栄養成分で必ず書いてあるんですけれども、それを見て脂質ばっかりのカロリーなのか、タンパク質が豊富に含まれているカロリーなのか、炭水化物の多いカロリーなのかっていうのは裏面を見れば把握することができる。例えばバターだったらイメージ通りで成分のほとんどが脂質でできています。白いご飯は構成しているほとんどが炭水化物からできています。こういう風に同じカロリーであってもどういう栄養素でできているのかっていうところで食べ物の質が変わってくるっていうのが一つ覚えておいていただきたいなっていうのが私からのお願いです。それを踏まえた上で1日を通した食事を見た時にどういった PFC バランスで食事をとるのが一番理想的なのかっていうようなお話に移っていきたいと思うんですが、日本人の食事摂取基準っていうのが厚生労働省から発表されています。 PFC バランスっていうのはエネルギー酸性栄養素バランスっていうふうに記載されてるんですけども、そちらによると18歳から69歳、これは男女共通の数値なんですけども P、タンパク質が 13% から 20%、 脂質、ファットが 20% から 30%、 C、炭水化物、カーボハイドレートが 50% から 65% が理想的というふうにされています。一つ注意していただきたいのが、炭水化物の 50% から 65% という値の中にはアルコールが含まれるっていうところをまず一つ覚えておいていただきたいです。でさらに言うと食事摂取基準にも記載されてるんですけれども、脂質と炭水化物は目安のパーセンテージもあるんですけれども、それを達成することも大事なんですけど、それよりも質を重視してくださいっていうふうに記載されています。極端な例で言うと脂質 30% をクリアするために油を飲んだらいいのかって言ったらそういう話でもなくて、炭水化物の値をクリアするためにお砂糖を食べたらいいのかって言ったらそういうわけでもないっていう意味になります。なのでバランスよく良質な脂質とか食物繊維を含んだ炭水化物とかそういったものを組み合わせてこの目標値を目指しましょうねっていうような値になるので、食べるものの質を考えた上でこのパーセンテージを目指していただくとすごく理想的な食事になるっていうところなので指標にしていただきたらなと思います。じゃあどれぐらい食べたらいいのかっていうお話になるんですけれども、具体的な例も踏まえてお話ししてみると、タンパク質は日頃運動習慣のある方でしたらご自身の体重 ×2g、 運動習慣のない方はご自身の体重 ×1g ぐらいを目標にタンパク質を摂るようにしてください。脂質になるんですけれども、男性の場合だったら1日の目安となる摂取カロリーが 2650kcal というふうにされています。 2650kcal のうちの 20% から 30% っていうふうに計算すると1日に 60g から 90g の脂質っていうのが目安になります。女性の場合ですと1日のエネルギー量が
2000キロカロリーになるので1日に45グラムから70グラムの脂質が目安になります。炭水化物は実は明確な摂取基準というのはなくって、ご自身のエネルギー量の50から65% を目標に取りましょうっていうような基準しか設けられていないので、明確な基準はないんですけれども、1日3食しっかり摂食を入れていただきたいというところと、食物繊維だけは目標の値が決まっていて1日20グラム以上目標に取っていただきたいっていうような基準がありますので、キノコとか海藻とかそういったものをバランスよく取り入れつつ食事を構成してみていただきたいなと思います。ここまでお話しさせていただいたんですけれども、私が伝えたいことは2つですね。カロリーっていう数字を見るのではなくて、そのカロリーがどういった PFC バランスで構成されているのかっていうところを気にするようにしていただきたいなと思っています。ちょっと裏面を見てみて、栄養の構成で食べ物が成り立っているのかとか、こう見ることを習慣にしてみていただくと食べ物の選び方とか考え方が変わってくるかなと思うので、第一に取り入れていただきたいなと思います。2つ目は PFC バランスというのはエネルギーを作る基本となる栄養素の3大栄養素のバランスであるっていうことをお伝えしたいです。なので目安となるパーセンテージもお伝えしたんですけれども、基本的にはこれを目標に食事を構成してみていただけるとすごく理想的な食事につながりますので、一つの目安として頭の片隅に入れておいていただけると嬉しいなと思います。 PFC バランスも目標値を達成することだけではなくて、どういった食べ物からタンパク質を摂るのか、脂質を摂るのか、炭水化物を摂るのかっていうところを意識しつつ、質のいい食事でバランスを整えていただきたいなっていうのが私からのお願いです。質のいい脂質とか炭水化物については別の動画でもお話ししてるので、ぜひそれも参考にしていただけたらなと思います。この動画が少しでも参考になったら嬉しいです。ではまた次の動画